はい、どうも皆さんこんにちは、アッキーです。今回はですね、近くのね、すごいいい川に遊びに行ったんですけど、まあすごい大きいうなぎのように大きい土壌を捕まえたので、今回はあの新しい水槽を作って、まあそこに入れて泳がせて育ててみたいと思います。今反射しちゃって見えづらいんですけど、ここにいるんですよね。微妙に見えますかね。ちょっと黄色っぽいのが、ここ大きさは僕の手より長いですね。15センチ以上あります。20センチぐらいあるかな。ここにいるんですけど、もう動いたわかりますかね。はい、皆さん、今水槽が出来上がって魚を入れました。今ちょっとブルーライトにしてわざとちょっとしか見えないので、今からつけたいと思います。ライトアップまで3、2、1。じゃじゃーん、出来上がりました。イエーイ。はい、めっちゃいい感じでできたと思いますね。オイカワとかね、コイらしきものとか、これ今日撮ったその巨大土壌っていうのはこれですね。めちゃめちゃでかいですよ。これ僕の手、ちょっと見るか。これ僕の手ですからね。この大きさですからね。めちゃめちゃでかい。普通に飼ってる土壌もあんなにちっこいのに、これオイカワより大きいんだよね。普通にダントツで20センチぐらいあるかな。僕の手15センチぐらいなんですよね。20センチ、17センチぐらいあります。この水槽もちょっと新しく変えましたね。これはまあ川から取ってきた砂利ですね。で、あのタニシ君はまあお掃除係として2匹、3匹かスパーンました。で、この石はまあもともと黒い、まあ上流の川には行かないで中流の川で石取りしたんですけど、中流の川だと石が転がって丸くなっちゃうんですけれど、これ、まあ、黒い石がいいということで、まあ、黒い石割ったら結構ゴツゴツするんじゃないという考えで、ちょっと割ったらなんか上流にありそうなすごいゴツゴツした石になりました。こうやってね、まあ、皆さんもやるときはちゃんとね、安全な場所でやりましょう。いい石があったと思ったら上にこうやって持ち上げて、それでまあ角とかの石に入れてパリーンって割って、結構ボコボコしてなんかすごいなんかいい感じに出ますね。やっぱり日本の魚は黒が似合いますね。やっぱり日本って黒とか白とかが似合うと思うので、やっぱりね、とてもいいと思います。この子なんですけれど、何土壌かね、未だにちょっとはっきり分かってないんですよ。調べたりしてるんですけど、特徴はですね、カメラで伝わらないとしたら、口元がちょっとグレーですね。で、ひげが11本ぐらいあります。で、尻尾の部分に黒い玉が何個か点々があって、真ん中にね、白い点々の筋みたいなのが入ってて、で、まあ、色はちょっと黄色、茶色っぽい色。なんていうの、黄色と茶色混ざったみたいな、あとブルーも混ざったみたいな不思議な色と、さらに黒点々が、まあ、模様があるんですよね。何に土壌なんですかね、まあ、分かる人いたらコメント欄でぜひぜひ教えてください。教えてもらったらとても役立ちますね。で、もし分かる方は、まあ、買い方とか教えていただければ、まあ、どういうところに住んでいるかとか教えていただければ嬉しいですね。で、今回作った水槽はこんな感じですね。で、ちょっとね、魚が少ないかなって思ったんですよ。もう5匹ぐらいいていいかなって思ったので、今ちょっともう夜なので、今まあ一回ね、ちょっと今日は無理なので、まあ明日かいつか釣りに行きたいと思います。